そういえば今日の先輩なんとなくゴージャス、あれもこれもこっちもあっちもポイントやばくない。競馬は楽天スーパーポイントがやばいらしい。嬉しいがたまる楽天競馬。皆さんこんにちは。楽天競馬をパワーアップポイントもらっちゃう娘ポームスの森永真彩です。そして同じく津田まりなです。そしてチャスフリアッチです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は楽天競馬プレゼンツ直前予想 YouTube 番組2020と題しまして、7月8日水曜日に大井競馬場で行われます第22回ジャパンダートダービーの予想討論会を始めさせていただきます。古谷さん、はい、今日はそちらは車の中ということで古谷さんお家ですよね、いつものあれお家ですか。ご自宅から模様替えした。移動式の移動式のご自宅から北海道ですか。今新函館北斗の駐車場にいて、これからあの八戸に移動するんですよね。あ、そうか、セリーがあるんですよね、はい、そうなんですよ。その様子っていうのはまた古谷さんの YouTube で見られるんですか。 YouTube では見ないですね。あの某緑のチャンネルの一応担当なんで、今回は あの馬産地番組の頑張ってください。頑張ってください、はい、お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しいがたまる楽天競馬。それではジャパンダートダービーの話に行きたいと思います。ジャパンダートダービーは大井競馬場ダート 2000m で行われます。南関東3歳クラシック三冠レースの最終関門となっております。まあ、ダート日本一決定戦ということですけれども、古谷さん、ジャパンダートダービーどのようなレースなのでしょうか。はい、まあ、古くをたどればスーパーダートダービーっていうレースが大井で10月に行われてたんですけども、はい、それが3歳のダートの大井で行われてた、まあ、中央地方の交流競争だったんですけども、まあ、ダービーグランプリが9月で当時中央地方の、まあ、合わさった G1 という位置づけになってる中で、ちょっと似たような時期に交流をやるというのもという話になって、はい、夏にその名前を変えてですね、うん、ジャパンダートダービーというのが、21年前にできたということですかね。今年で22回ですから。で、そのスーパーダートダービーの位置にあったところにスーパーチャンピオンシップってレースもちょっとだけ行われてた時期あったんですけども、はい、まあ、それは一応なくなって、もう文字通り3歳の頂点を決めるレースとして定着をしてますよね。まあ、そしてジャパンダートダービーで勝った馬たちというのは、まあ、3歳世代の頂点に立った後もダート界を牽引するようなダート界のトップホースになっていっていますよね、古谷さん。そうですね、結局中央の馬にとっては目標になるレースがダート馬だとないんで、うん、まあ、やっぱりこのちょっと前に兵庫チャンピオンシップという園田のレースと、このジャパンダートダービー、まあ、その前にユニコーンステークスが中央でありますけども、この3つの重賞が、まあ、なんていうんですかね、一つのこう体系として、できているのかなと。で、やっぱり有力馬が集まりやすくもなってるというところですよね。はい、さあ続いてコースの解説もお願いいたします。改めましてこちらです。大井競馬場だと 2000m なんですが、古谷さんお願いいたします。はい、まあ、チャンピオンディスタンスと言われる、まあ、ほぼ一周する競馬で、まあ、有利不利がほぼない、まあ、自力が問われる、文字通り本当にあのチャンピオンの決めるコースにふさわしいレースですよね。直線が400弱ありますので、はい、非常に差し馬も決まりやすいですし、うん、先行タイプもやっぱコーナーがきついのでペースを落としやすいですから、はい、だからどんな客室でも来れるという面では素晴らしいコースだと思います。嬉しいがたまる楽天競馬。まずはみんなの予想まとめです。こちらです。はい、昨年のみんなの予想まとめでは、こちらでも一番人気はクリソベリルということで、なんと本命に押した方は1021名いらっしゃいました。続いて、2番目に押していたのがロードグラディオということで141名だったということですね。はい、みんなの予想は自分の予想を登録できるサービスとなっております。みんなの予想まとめはユーザーの印を集計したものです。皆さんもぜひ活用してみてください。では
昨年のレース映像をどうぞ。昨年は光要素が逃げたんですけれども、結構あのケレン味のない逃げになって、3コーナーでは3番手以下が離れる展開だったんですよね、うん、ただその中でもいつもちょっとあの位置取りがそんなに良くないデルマルーブルが先にもう仕掛けて4コーナーでは先頭に並びかける勢いで、その後ろにクリソベリルという形で直線に向いて、末脚の確かさという面ではデルマルーブルこのまま行くのかなと思ったんですが、外からクリソベリルが残り200過ぎのところで捉えて突き放して、逆にいつもより早めに動いた分デルマルーブルがいつもほどの末脚がちょっと見せられなくて、ミューチャリーが後方から追い込んできて、ウィンターフェルとの3着争いを退けてというところですよね、はい、まあ、それにしてもクリソベリルが本当に強いレースだったという、まあ、それに尽きる一戦でした。そうですね、では今年の出走予定馬を見てみましょう。はい、ご覧のようになっておりますが、古谷さん、今年の出走馬、まあ、やっぱり人気になりそうなのはカフェファラオですけれども、ご覧になってみていかがでしょうか。うん、まあ、カフェファラオが出てくれたことがもう何よりですよね。堀厩舎ってダートグレードを使うことがほぼなかったんですよね。だから本当に使うのかなって半信半疑な面はあったんですけれども、はい、出てくれたというのは大きいですよね。まあ、やはりここが人気の中心といいますかなってしまいそうですけれども、他にもやっぱり注目したい馬はたくさん出てますよね。そうですね、でもちょっと一興ムードですかねなるほどマリナル先輩はどのようにご覧になってますか。いや、もうめちゃくちゃ豪華メンバーで、うん、カフェファラオ一興っていう話もありましたけど今、はい、そんなことないんじゃないかなっていうぐらい他の馬たちにも十分チャンスがある楽しみなメンバー揃ったんじゃないかと思っております。さっき楽屋でも話していましたけれども、ちょっと展開もどうなるか気になりますよね。カフェファラオは初戦逃げ切ってますけど、はい、他にも逃げて好走したことある馬がたくさんいて、結局これどれが行くんだろうっていうのも一つ、ね、まあ、注目どころかなと思います。結構前に行きそうな馬がたくさんいるので、さあそこはどうなるのかというところですけれども、また後ほどゆっくりお話を伺いたいと思います。それでは地方競馬での参考レース見ていただきたいと思います。古谷さん、お願いいたします。まずはバーナードループが勝利しました兵庫チャンピオンシップです。はい、まあ、あのマカオンブランとダノンファラオの先行争いだったんですが、マカオンブランの方が先手を取って、ダノンファラオは2番手、そして2周目3コーナー過ぎで先頭に立って、それを追いかける形でバーナードループが2番手に上がっていって直線向くんですけれども、まあやっぱり小回りだったこともあって、ダノンファラオはちょっと早めに動いた分最後バーナードループに捉えられてというところなんですが、それにしてもダノンファラオの食い下がり方というのは評価できるところですよね。でもバーナードループはやっぱり強かったと思います。まあ、実際負けたのがカフェファラオだけですし、連勝で重賞勝ったというその勢いには注目したいと思います。続いてはエミリミットが勝利しました東京ダービーです。まあ、このレースは平均的な流れでエミリミットが後位のインコース内枠を利してというところだったんですけれども、ただやっぱりこうロスなく立ち回って直線でうまく外に出したという山口騎手の本当に好騎乗が光りましたよね。で、片谷満願は、まあ、いつも通り後ろからの競馬でロングスパートを効かせてというところなんですが、まあ、この2頭の追い比べというのは本当に見応えがありました。まあ、いずれも東京ワンカップからの臨戦過程で勝利を収めたということにはなるんですけれども、まあ、そういう点では無理したローテーションでもありませんし、あのエメリミットに関してはね、はい、羽田杯をパスしているという点でも上り調子で来れるような形では来てると思います。うん、で、一つのポイントとして、はい、東京ダービーからおおよそ1秒半から2秒詰められるという感情がこのジャパンダートダービーの時って成り立つんですけれども、そう考えた時に東京ダービーの2分6秒9というのは水準クラスという見方はできると思います。うん、昨年のジャパンダートダービーの先ほどのクリソベリルの勝ち時計が2分6秒1でしたから、そういう点で考えると十分にチャンスはある内容だったかなとは思いますけどね。うん、
実際に9番人気でしたが、勝ったその実力というのは今回でも発揮されるんではないかということなんですね。はい、ありがとうございます。嬉しいがたまる楽天競馬。はい、参考レースを見ていただいたところで、次はマリナル先輩のコーナーです。マリナルのデータで勝負。イエイ。大変ご好評いただいているこのコーナーですけれども、はい、好評ですよ。はい、では参りましょう。ジャパンダートダービー過去10年のレースを参考にデータをまとめてきました。まず、上位人気の成績なんですけれども、1番人気が5212、2番人気2116、3番人気が0226で、馬服の平均配当が1621円なんですけれども、3連単の平均が23549円。ほう。123と人気順通りぴったり決まるってことは実はあまりなくって、年によってはひも割れもあるよというのがこのジャパンダートダービーです。ただ、はい、ただここ4年は5番人気以内での決着、比較的固めの決着という傾向がございます。うーん、続いて前走レース別で見ていきますと、はい、ユニコーンステークス組なんですが、過去10年で3勝を挙げております。3、2、4、16で結構、まあ、上位に来ている率というか数が多いのがまずユニコーンステークスなんですね。で続いて数の面で出走頭数が例年多いのが東京ダービー組なんですけれども、2勝2、1、3、28ということになっております。で注目がですね、兵庫チャンピオンシップ組なんですけれども、過去10年で1、2、1、4で、まあ、サンプル数数は少ないんですけれども率がとにかく高いということ、かつここ5年の中で、兵庫チャンピオンシップを勝って直行で来た馬っていうのは全部馬券になってます。へー。はい、2018年は兵庫チャンピオンシップ組絡んでないんですけれども、はい、勝ち馬が間に、日本ダービーに出てからここ出てるっていう、うんうん、帝王エナジーなんですけど、まあ、それを除くと、まあ、兵庫チャンピオンシップ勝って直行できた馬っていうのはもう絶対に軸としては信頼できるというデータになっております。こんな感じです。古谷さん、このデータどうでしょうか。いや、もう何も言うことはないですよ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。今のマリナルさんの話聞いてたら、もしかしたらじゃああの馬が本命なのかなとちょっと思いを巡らしてしまいましたが、さあ実際はどうなのか見てみましょう。皆さんの印はこちらです。はい、ということで、本命2人が2番カフェファラオ、そしてマリナル先輩はやはり今のお話からいくと3番バーナードループが本命ということで、古谷さん、カフェファラオからお話伺いましょうか。はい、まあ何も言うことないですよね。もう歴代の最強ダート馬になる可能性を秘めたものすごい馬が大いに出てくれるという、もうそれにつきます。あ、歴代ということは、まあ、今までの JDD 勝ち馬と比べてもということですか。世界レベルのダート馬ですね。世界ですか。うん、そこまで、ちょっとこんな馬見たことないです。これを地方競馬で見れるなんてことはほぼないですよ。もう二度とないと思います。さっきも言いましたけど、堀厩舎がダートグレードに使うことがほぼないですから。そうですね、そういった意味でも、うん、これはケンタッキーダービーとか、はい、まあ、そういうアメリカのダートを意識して使ってくれてる部分があると思いますので、はい、もうこの機会を、あ、もう観客なのかっていうのは本当残念ですけどね。うーん、もう出走してくれるだけでありがたいというような、地方でこの馬の走りが見られるのがありがたい。バーナードループは強いんですよ、はい、うん、だけど兵庫チャンピオンシップから直行は馬券に絡むっていう話であって、必ず勝つと言ってるわけじゃないですから、だから2着3着でいいんです。なるほど。まあ、絶対的な自信がカフェファラオにあるということですね。だからそういう意味でもう本命対抗という形です。なるほど、まあ、この2頭が抜けているというのは、うん、まあ、新馬で勝負付けは済んでますから。そうですね、まあ、でもその、まあ、もちろんね、はい、距離が伸びたり、はい、ナイターだったり、はい、初めてのコースだったりっていうのはありますけども、カフェファラオはそうですよね、はい、うん、もうそういう次元の問題じゃないです。もう全部こなしてくれると、うん、
うん、うん、まあでも確かにユニコーンステークスでもそうでしたけど、圧倒的な強さを見せて、まあ、レースレコードで勝っていた姿というのは、まあ、このダート界の頂点に立つ馬なのかなというような期待も私も持ちましたが、そうですね、展開としてはどうなるんですかね。この馬はどこから行きそうですか、古谷さん。カフェバラオは、まあ、このメンバーだったら 4,5 番手になるんじゃないですかね。 4,5 番手、まあ、ダノンファラオが行くと僕は思ってますけど、はい、その後にフルフラットや北のオクトパスあたりが行って、うん、まあ、題名コリーダと一緒に行くような形じゃないですかね。なるほど。マリナの先輩はどのように思ってますか。先ほどちょっと展開の面話してましたけど、展開ちょっと難しいねって思ったんですけど、はい、まあ、これ月曜日、7月6日に収録してますが、うん、この土日の競馬見てるとなんかもう逃げ馬買いたくてたまらないみたいな。海外も含めてそうですよね。そうですね、あの中央競馬も海外競馬もそして栗駒賞も逃げ切りでしたから、いや本当になんかこう逃げ馬買いたいななんて思っちゃうんですけど、ね、はい、でも行くのはダノンファラオだと思いますよ。あの兵庫チャンピオンシップも行きたかったけど行けなかったってだけで、はいはい、この馬は根本的に逃げなきゃどうもならんっていう競馬が多いですから、はい、前回も3番手に控えてもう14着に負けてますし、何が何でもやはり厩舎で堺流星騎手ですから、はい、そうですね、もう何が何でも行けという指示だと思いますけどね。だから逃げ馬は何も迷うことはないです。 2,3 番手のグループがそのダノンファラオをどのタイミングで捕まえに行くかっていうのがポイントになると思いますよ。確かにそうですね。直線でね、どんな隊列になっていくんだろうっていうのが想像なかなか、うん、ダノンファラオはねちょっと楽に逃がしたら、まあ、確かに面白い一頭だと思うんですよ。うん、だけどそれはさせないと思うし、その 2,3 番手グループがやっぱりそのコーナーのまだそう早くなりきれない3コーナーあたりでどういう動き方をするか、バーナードループなんてその兵庫チャンピオンシップの時やっぱそのコーナーで置かれてましたからね、はい、それがコーナーが広くなる多いだったらまだもうちょっと動けるかなっていう気はするんですけど、うん、さあそして今ちょっとお話にも出てきていましたが、バーナードループがマリナルさんの本命ということで、こちらはマリナルさんお願いいたします。はい、あの先ほどのこのデータでももうとにかく兵庫チャンピオンシップ組から買いましょうということで、うん、バーナードループにしました。で、デビューから4戦して負けてるのがあの新馬戦の2着カフェファラオにしかこれまで負けたことがないんですよ。そうですね。でカフェファラオには、まあ、新馬戦では負けてるんですけれども、はい、ここ3戦の内容も濃いですし、うん、地方のダートを何といっても経験しているっていうのはすごい強みになると思うんですよね。でエンジンのかかりが決して速いタイプではないということなので、少しでも広い多いコースに変わるっていうのはまあプラスでしょうと、であともう一つ心強い、傾向がありまして、過去10年の連帯馬20頭中17頭が3勝以上している馬なんですよ。でまあ有力馬ほぼやんっていう話なんですけどそうです、ね、まあ、もちろんカフェファラオも3戦3勝、バーナードループも4戦3勝2着1回、うん、やっぱりこう順調にこうトントントンといい成績でここまで来た馬が、まあ、去年のクリソベリルもそうでしたけど、やっぱりバーナードループ、まあ、カフェファラオは強いけどチャンスがあるならバーナードループじゃないかなというふうに思いました。経験しているという強みを買いたいと思います。はい、まあ、古谷さんも対抗に推していらっしゃいますが、まあ、先ほども、ね、お話ししていただきましたけれども、まあ、カフェファラオの次に強いのはこの馬だということでしょうか。まあそう思いたいんですけど、今年はただね園田の砂が変わってますから、うん、地方のダートを経験してるっていうのが直結するかどうかは正直分かんないですよね。あ、なるほど。白い砂になりましたから ね、うん、そうですね。今までは兵庫と南関東と中央って同じ砂だったんですよ、うん、同じとあのと土地の砂だったんですよ。青森県の六ヶ所村の砂だったのが、そうそうそう、だからそれがやっぱ園田が外国のものを使ってっていうことで、やっぱちょっと今までとは傾向も違いますし、うん、その部分でどうなのかなっていう気はしますけどね。データ揺らぐようなこと言わんといてくださいよオーストラリアの砂に変わっても直結きっとしますよコースは変わってないですから。どちらかというと中山の2連勝の内容を評価した方がいいんじゃないですかね、うん、そこの1戦ごとにその時計を詰めてるということですよ、うん、じゃあそれでお願いします。そうそうそう
ただそう考えた時にカフェファラオだってヒアシンスステークスからユニコーンステークスでもう何秒詰めたんですかって話なんですから。そうなんですよね、うん、だからそのカフェファラオの強さは否定できないものだし、うん、あくまでバーナードループは競合チャンピオンシップからは馬券に絡んでるというデータを重視すべきであって、うん、勝つって言い切るのはねなかなか難しいとこですよ。そうなんですよ。だからちょっと買い方はね、正直工夫して頭で固定してっていう感じはしないかなっていう、軸としてはただ傾向的に信頼できるかなと思ってます。ただカフェファラオもね、まあ、ちょっと強気なことばっかり言ってますけど、はい、徹頭的に見て 2000m が合う馬ではないと僕は思います。ちょっと長い可能性は、うん、同世代だから大丈夫だと思いますけど、はい、基本的にはやっぱり母の父がモアザンレディだから距離の限界は多少なりともあるかなという気がするのと、アメリカンファラオの子供ってどちらかというと気がいいタイプが多いので、はい、将来的にはやっぱりもうちょっと短めになってくるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。まあ、実際に合いそうな距離はもう少し短めだけれども今回はまあ能力でこなしてくれるだろうという、はい、そういうレベルじゃないですよね。もう絶対的な信頼感がありますね、もう古谷さん、カフェファラオに対して。いや、これがカフェファラオがね、うん、65キロで他の馬が56キロなら話は違いますよ。そう、数字が逆でね。、うん、はい、56キロで出られるわけですから。そうですね、同じ条件で出るわけですからね。これはこれほどのこうなんか有利なデータはないですよね。うん、さあ、そして私は対抗宮地国王にしました。意外にもお二人は白三角ということで黒ぐらいまではつくのかなって思ってたんですけれども、まあ、さっきねマリナル先輩が3勝はしているということでしたが、まあ、この馬もそれにはちゃんと当てはまっていますし、はい、まあ、ホースステークスが創設6年ということですが、2頭の JD、 勝ち馬、ホースステークスの勝ち馬が2頭の JDD を送り出しているということで、宮地国王もいいなというふうに思います。エスポワルシティの、ね、判定ということとなりますけれども、まあ、私はカフェファラオの次対抗は宮地国王かなって思うんですけれども、古谷さんはどういうふうに思いますか？伏流ステークスがちょっとゲートの中で落ち着かなくて、はい、タイミングも合わなかった上につまずいてっていう、もう相当5馬身ぐらい振りありましたかね。うん、道中だいぶ置かれてましたもんね。はい、ただそれをカバーできるような内ぴったりをスルスルっとこう道中は上がっていった分3着には押し上げてこれたというレースでしたけども、うん、スタート決めた前回がやっぱり強かったですからね。はい、でもちょっと今年は世代的にかわいそうですよね。でもバーナードループだったら買わせる可能性は十分あると思いますよ。なるほど。うん、僕はその対抗以下はそんなに差はないと思ってますんで。はい、マリナルさんはどうですか？もう森永さんがおっしゃる通りです。マリナルが出てた番組で、はい、ホースステークスの前の日にね、経由の渡辺さんがこの馬を押してて、はい、そうです。その伏流ステークスのお話とかも本当ね細かくされてたので、うん、そのホースステークスは本当注意深く見てたんですけど、はい、もうおっしゃる通りの展開になって強かったんで。そうですよね。あとまあこの、はい、やっぱりゲートの中はホースステークスの時もそんなに落ち着いてないんですよね。うんうん、だからやっぱり輸送競馬でナイターの時間でっていう、だから、うん、パドックがうるさいタイプでもないけど、やっぱそのあたりは注意して見た方がいい馬だとは思います。距離が伸びることはどんな風に思われますか？いや、いいんじゃないですか。ちょっとずぶいとこあるからね、この馬。2000m の方が競馬はしやすそうなイメージもありますし、はい、あともこの多いの 2000m の勝ち方めっちゃ知ってるみゆき騎手っていうのも確かにめちゃくちゃ心強いんですよね。そうですね、鞍上は知り尽くしてますからね。差しが届く展開になれば十分チャンスありますよね。そうですね。古谷さんの黒三角が5番のフルフラッ
ットですね、まあ、前走が、ね、はい、海外明け初戦と、まあ、海外帰り初戦ということでしたけれども、まあ、ちょっとねドバイのことがありましたので、うん、やっぱり前回がちょっとし状態面ではなんとか間に合ったというレベルだったそうですけども。あ、そうなんですね、はい、うん、まあ、それでも6着と格好はつけましたんでね、はい、まあ、それこそやっぱりサウジアラビアで勝ってきたというその経験値は高く評価したいですよね、うん、まあ、その時と同じコンビで今回ね出走するわけですしね、はい、はい、まあ、ここでもちょっと人気はでも落としそうですかね今回。でも半路での動きは今回馬なりで51秒9だったら、まあ、動くのは動くんですけど、この馬自体は、はい、かなり優秀だとは思うんですけどね。私自身もちょっとその人叩きした上積みといいますか、前走はね海外帰り初戦で、今ね古谷さんもおっしゃっていましたが、状態がまあすごく良かったというわけではなかったということで、今回改めて期待したいなと思っております。さあマリナル先輩、黒三角はどの馬なんですかね。あ、黒がないんですね、はい、でダノンファラオと宮地国王に白を打ってるんですけど、はいはい、じゃあダノンファラオの方、ダノンファラオはまあ、どれが行ってもおかしくないような前行きそうな馬たちは揃ってますけど、うん、はい、さっき古谷さんからお話もあった通り、まあ行くのはこれかなっていうふうに私も予想して、うん、タノンファラオに印を打ちました。で、まあ大井でこの坂井隆成騎手、いや技球者で ね逃げるってなったらちょっと注目やっぱりしたいですし、はい、このアメリカンフェローサンクワンツーっていうのもちょっと見たいなっていうふうに思ったんですけど、ね、で、まあ、バーナードループが勝った兵庫チャンピオンシップでは2着、まあ、その時は逃げられなかったんですけど、それでもしっかり2着に、まあ、負けてますけど、はい、頑張ってますし、前走の、ね、敗因がちょっとこう気にはなるんですけれども、 そうですね、それを除くとしっかり安定してね走ってきてると思うんで、うん、逃げに期待したんですけれども、まあ前走はどうなんですかね、その気持ちの面というふうなコメントもありましたけれども、古谷さんどのような、うん、逃げ馬が逃げられなかったらよくあるパターンだと思いますよ。逃げられなかったっていうのが一つ、そうですよね、うん、じゃあだからこそ、はい、どんだけ競られても行くと思います。だから逃げ馬がどれですかっていうので迷う必要はないです。もうこの馬が何が何でも、まあ、確かに逃げられなかったら、はい、何が何でも行く気は見せていけなければ知りませんけど、でも行く気は間違いなく見せてくれる馬です、うんうん、 それを周りが見たら、うん、やっぱり多いの 2000m で競りかけていくってことは常識的に考えられませんから、うん、まあ、普通に、うん、ダノンファラオが逃げる展開になると思いますよ、うん、先週からの競馬の流れ的にはちょっと気になる一頭かなというふうにも思うんですけどね。みんながちょっとあんまり注視していなかった、ちょっとこのまま逃げ残るのは難しいだろうと思っていたような馬がそのまま、ね、逃げ残るっていうのも、はい、ちょっと今の流れだとね流れなかもしれないなそうな気はしますよね、はいはい、さあそして私はブラブールに白三角打ったんですけれども、まあ、前走はねちょっと残念ながら除外という形になってしまいましたが、やはりこの馬の活躍を期待しているファンは多いんじゃないかなというふうに思います。ちょっとこのメンバーの中に入って勝つというのはちょっと難しいかなとは思うんですけれども、私は着は入るんじゃないかなっていうふうな期待はしてるんですけど、古谷さんどうですかね。まあちょっと今年の中央のダート馬のレベルが考えてる以上のものがあると思うんで、正直厳しいじゃないですかね。ただまあ東京ダービーは本当に使えるレベルだったみたいなんですけど、万全を期して除外をしだったということなので、すぐ切り替えて調整はできてるみたいですけどね、はい、あとまあ東京ダービーを振り返ると、うん、結局東京ワンカップのワンツーで決まってるじゃないですか、うんうん、で羽田杯勝ったゴールドホイヤーが負けてしまってるっていうのを考えると、そこの2着だったこの馬だったらエミリミットかなとも思うけど、今年このメンバーでどこまでっていうのはね、もちろん頑張ってほしいですけどね。多分 3,4 コーナーで中央の馬と地方の馬は離されると思いますよ。あ
今年はちょっとレベルが違いますよ。まあそうですね。去年ミューチャリーが頑張ったようにね、なんかこう頑張る一頭なんか一頭ね来てほしいなという思いはもちろんありますね。ありますけど、ただ馬券の買い方としてもね、もしカフェファラオから行くとしたらあんまり多くは買えないってなると皆さん悩むところですよね。ただブラブール来たらつくで。そうですよね、つきますよね。もちろん配当はつくでしょう。確かに、まあ、そういった意味でも面白いかなっていうふうには思っております。あと何かこの馬は話しておきたいというのは古谷さんありますか。まあ、北のオクトパスがユニコーンステークスで考えれば、はい、フルフラットにも先着してますし、うん、まあ、ジリっぽいですけれども、いつもこう確実な足は使ってくるというタイプなので、はい、まあ、2着争いは混戦になると思いますから、こういうもう自分の競馬に徹すると言いますか、うん、あの中段で足を貯める形でこう1個でも上っていうレースをした時に意外と上位に食い込んでくる可能性はあるんじゃないかなとは思いますけどね。あとまあ中央馬で話してない中では大名コリーダもねいますけど、古谷さん評価どうでしょうか。2勝クラスを勝ってるんだったらいいんですけど、はい、負けてますからね。まあ差はそんなにねないですけれども、いやそういう問題じゃないんですよ。2勝クラスを勝たなきゃダメなんですよ、このレベルだったら。なるほど。うん、だってカフェファーラオが2勝クラスで負けますかって話ですよ。負けませんね。うん、だからやっぱりちょっと不安はありますよね。そうですね。私も無印には実際宮地国王にもちぎられてるわけだし、うん、はい、うん、カフェファラオがいて宮地国王も印打ってるってなった時にそれを上回るだけの印をつける材料があるかって言ったら正直ないですよ。1個だけあるんですよ。私はつけてないんですけど、はい、ちょっと迷ったポイントが1個あって。何ですか。この春のね、はい、G1 レースを、はい、まあ、ちょっと緑のチャンネルで振り返ったばっかりなんですけど、はい、あの11レースやるやつでやったばっかりなんですけど、はい、やっぱねこの大舞台における池添騎手の勝負強さっていうか、うん、ちょっと人気なくても持ってくるじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと気になるなと思いながらメンバー強いなと思って無印にはしてしまったんですが。でも池添騎手ってダートの G1 のイメージあります？ないね。まあ芝の方が印象はありますけれども、まあ、でも大舞台という意味ではね、はい、結構芝とダートって得意な騎手不得意な騎手いると思うんですよね。うん、そう考えるとやっぱりみゆきさん、みゆき先輩ですね。みゆき先輩ですよ。うん、うん、私の対抗だ。外国人がダートそんなにうまくないのってやっぱり日本のダートっていうか、日本ってサンドコースだから特殊じゃないですか。うん、それに適応力がないっていう部分だと思うんですけど、はい、まあ、それが何年か経験してきて、まあ、だんだんとこうサンドコースにも慣れていくっていうところだと思うんですけど、うん、やっぱり得意不得意はあると思いますよ。うん、嬉しいがたまる楽天競馬。さあ皆さんのお話を伺ったところで、そろそろ買い目を発表していただきたいと思います。まずは古谷さんからお願いいたします。断然人気の馬がいるときって、はい、思ったより3連単つかないってことはありません？ある。うん、そうですね。で意外と三連複とさほど変わらないってケースありません？確かにある。でバーナードループは馬券に絶対絡むんでしょ、データからしたら。絶対絡むってデータが言ってます。私じゃない、データが。さっき古谷さんがちょっと揺るがせましたけどね。だから二等軸です。二等軸で三等の三連単と三連複三点ってことですね。いや、うん、だから三連複を厚めにするために最初に書いてるんです。うんうんうん、うん、だから2着以下が混戦だから4倍つくんじゃないかなと思うんですよね、一番人気でも。うん、そしたらここ2頭軸で3点で、まあ、3倍台だとしても一応プラスにはなるじゃないですか。そうですね。で3連単をもし買えと言われるんだったらもうしょうがなく1着2着こういう固定でこうだけど、僕はもうこの 2,3 軸の2等軸の3連複の3点を資金配分で買います。おお、なるほど。資金配分で結構厚めに買うということですね。
いやそれ以上は言えないですけど、はい、細かくね、細かくというか、あの遊び程度にね、いや程よく遊ぶ大人のなんちゃらですから。まあ深くは聞かないことにしておきます。車の中で何を言うてんねん。さあ次はマリナルさんお願いします。はい、私はもう軸としてはもう本当に信頼をしてバーナードループそしてまあ強いカフェファラオ2軸で3連単買います。で印の2頭ダノンファラオと宮地国王に2軸マルチで、はい、買います。でここすると12点にはなっちゃうんですけど、はい、まあ、本命がバーナードループなんでカフェファラオ1着バーナードループ2着宮地国王3着とかだと、12点でもが見る可能性もあるんですけど、 そうですね、まあ、そこは資金配分したいのと、まあ、本命はバーナードループなんでバーナードループ頭で来てくれてカフェファラオが来てもダノンファラオがこう逃げて3着に粘ってくれたりすれば、十分つくんじゃないかと、うん、はい、で結構まあ一番人気が去年とかもね勝ってますし、その前のルヴァンスレーブの年も一番人気が勝ってますけど、ちょっとこう買い方を工夫することで3連単去年が2760円、一昨年が6060円ついてるので、うん、はいはい、ちょっと当日のオッズとは相談しながらですけれども、こんな感じで、3連単買ってみたいと思います。はい、さあそして私はですね、はい、3連単カフェファラオ軸です。カフェファラオが勝つでしょう多分。で1軸なんですけれど2列目がですね11番なんですが、これ2、3着は入れ替えます。入れ替えありで買っています。じゃあみゆき先輩が絶対2、3着ってことですね。そうです、みゆき先輩は2、3着どちらかに来てほしいなというような馬券です。これ6点で買いたいと思います。これ宮地国王だからまあ客室的には刺してくるでしょうから、ゴール前刺、うん、せ刺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 しすぎってことがあると一着まで来るとダメなんだよね。そうなんですよ、刺しすぎはやめてくれっていうような、できれば2着に来てほしいっていう、そういった応援の仕方になるかもしれません。はい、嬉しいがたまる楽天競馬。ここで楽天競馬からのお知らせです。楽天競馬の投票サービスでジャパンダートダービーの馬券を購入された方を対象に、購入金額から 10% 分の楽天スーパーポイントが還元されます。こちらもキャンペーンエントリーしていただく必要がありますので、ぜひ皆さんエントリーお忘れないようお願いいたします。さあそしてマリナルさんからもお願いいたします。はい、ジャパンダートダービー当日ニコニコ生放送にて楽天競馬プレゼンツジャパンダートダービー特別番組を放送いたします。またやります。はい、東京ダービー帝王賞ときて3回目の、はい、特別番組です。今回はポームスチームとダービースタリオンマスターズチームに分かれての馬券対決となります。どちらが勝つか予想して投票していただくと、ジャパンダートダービーオリジナルバッグなど豪華商品が当たるキャンペーンもございます。はい、またダビマスのレース機能を使用したジャパンダートダービーのシュミレーションレースなどもお楽しみいただけますので、ジャパンダートダービー当日はぜひニコニコ生放送もご覧ください。なんかここ最近ずっとマミナル先輩と戦っていることが多かったんですけれども、ね、久々に一緒になりましたね。そうだね、はい、なんかずっと敵やったもんね。敵でしたよね。で私個人的にこの戦い負けられないので、はい、あ、そうそうなんですよ。ちょっと個人的に負けられない思いがあるので、マリナルさん一緒によろしくお願いします。なんでそのなんでかはちょっと後で、うん、後で私、はい、競馬のゲームに出ておりまして、あ、どうしてもここでは負けられない別の競馬のゲームに出てるんだね。そうなんですよ。なのでちょっと個人的には絶対に負けたくないなというふうに思っております。はい、じゃあその秘書の熱い思いとともにホームスチーム頑張りますので、ぜひ私たちを応援してください。そして今後もダートグレード競争の予想動画を中心に YouTube のコンテンツどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。古谷さんの YouTube のチャンネル登録もお願いします。私の YouTube もお願いします。さあそろそろね、はい、お時間となりました。古谷さん、なんかちょっと狭い、はい、狭いというか模様替えをしたお部屋からの新居から結構カクカク言うてますね、そっちの映像だと。あ、そうですか。こちらでは大丈夫ですけど、はい、とても綺麗に映ってます。やっぱり家のランケーブルじゃないから安定しないですね。お忙しいからね、古谷さん。いやでも、まあ、無観客とはいえこれだけ豪華なメンバーが揃ったジャパンダートダービー映像でね応援できるのがすごい楽しみですね、古谷さん。そうですね、まあ残念ですけど
どこかのタイミングでカフェファラオという馬を本当に皆さんね見れる時が来るのを生で見たいね。いや本当に素晴らしい馬ですよ。そうですね、まあ、ちょっと今回は生で見られないのは残念ですが、いつかその見られる日を楽しみに、そして今回も、ね、映像でたくさん楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、本日は古谷さん、マリナル先輩と私ポームス森永の、3人でお送りしてまいりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは楽天競馬をパワーアップ、ジャパンダートダービーの馬券を買ってみんなでポーイントゲット。ぴったりだった、ね、ありがとうございました。髪、ネイル、まつげ、スキンケアにエステ、服もバッグもジュエリーも全部ポイントやばない。競馬は楽天スーパーポイントがやばいらしい。嬉しいがたまる楽天競馬。